皆さん、こんにちは。勝智美です。はい、とうとう、レミューズビューティーのね、会員登録ができるようになりまして、ほんと皆さん大変お待たせしてしまったんですけど、もうオープンした時から、もうカートが落ちるぐらい、本当にたくさんの人が、申し込みをしてくださって、先行予約の段階からね、もう数千人の人が待ち状態ですごい長い間待機をさせてしまったんですけど、ほんと無事オープンすることができて、私も心から嬉しいですし、皆さんに真心と本当に心からの愛を込めて、作った製品になるのでたくさんの人の手に届いたら嬉しいなと思います。そしてですね、本日は1本目の動画を出した時から成分が知りたいだったりとか、どういうものに効くのとか、使い方知りたいだったりとか、いろんな声をいただいてたので、その辺を開示していきたいなと、はい、思っています。まずこのディアヒロインなんですけど、私がこのディアヒロインを作るにあたって化粧品会社さんにどんなオーダーをしたかなんですね。で、まず目指す肌は女神肌を目指したいと言いました。内面の美しさまで感じられるような、そんな外見を作れたらすごいいい自信につながるんじゃないかなと思ったので、女神肌を目指したいっていうお話をさせていただいて、じゃあその手法はどうするのっていうところなんですけど、もう価格はとにかく私はなるべく原価に近い価格で、お客様に対して販売をするので、もうこの成分を入れたら高くなってしまうとか、そういった状態のことは一切気にせずに、もうとにかくいい成分を詰め込んでほしいと、とにかく体感できる化粧品を作ってほしいっていうオーダーを出させてもらったんですね。で、今ってこの成分が入ってるよ、あの成分が入ってるよっていう流行りの成分みたいなのがやっぱり世の中にはたくさんあるじゃないですか。で、それが入ってるものが売れるみたいな傾向にあるんですけど、結局その体感しなければ意味がないなと思うし、流行ってる成分が本当に、まあ、自分の肌にあってね、本当に結果が変わるものなのかっていうものはもう分からないので、ではなくて、その50年以上の歴史がある工場さんに今回は一緒に手掛けていただいてるので、その歴史、エビデンス、経験値の蓄積を持って、これとこれとこれをこういう配合でこういう温度で出したらこんな体感値が得られるよっていう経験に裏付けられた結果をこのディアヒロインで出してもらいたいっていうオーダーをさせていただきました。なので、通常商品を作る時ってどれぐらいの状態で販売したい、で利益率がどれぐらいにしたい、だから原価これぐらいに抑えてよ、じゃあ入れれる成分とこれとこれとこれだよね、で、あとはこうセールスしやすいようになんとなくキャッチーなこの成分入れときましょうみたいな決め方が王道だと思うんですけど、一切そんなことしなくて、とにかく女神肌になりたい、そしてちゃんと使ってあと体感を得たいっていう話をして出来上がったのがこのディアヒロインになります。使う順番は今並べている通りなんですけど、クレンジングでメイクを落としていただいてから泡洗顔をしてもらって、化粧水、美容液、クリームの、まあ、一般的な王道な使い方になってます。で、しっかり保湿できるので、今回は乳液は作ってません。で、このね、クレンジング作りなんですけど、クレンジングで、結構こだわったのが、もちろん洗浄力は高い方がいいじゃないですか。洗浄力は高い方がいいけど、ケミカル性も高くなると、ちょっとまあ嫌だなっていうところもあって、あと洗い上がりの突っ張り感も私はすごい嫌いなんですよ。で、その辺を、加味して作ってもらったんですけど、結構ね、世の中に出てるクレンジングって、私もいろんなクレンジングを使ってきて、これまずオイルクレンジングになるんですけど、結構シャバシャバしたものか、こってりしてるものか、なんか2種類が多いなっていう印象があって、これ私の体感なんですけど、なんかシャバシャバしすぎてもういなくて、こってりもしすぎてないものが欲しいっていう、なんかちょうどいいものが、こう、なかなか作るのが難しくて、っていうのもやっぱ答えがないから、どこがちょうどいいんだろうっていうところで、こう何度もサンプルを作りました。で、なんでシャバシャバしてるのが嫌かっていうと、シャバシャバしてると伸びはいいんですけど、やっぱりシャバシャバしてるから、肌とクレンジングの液体のこう摩擦をめちゃくちゃ感じるんですよ。距離が近いというか、シャバシャバしてるっていうことはこってりしてないので薄いんですね。薄いんでめちゃくちゃ肌の摩擦を感じるんで、伸びるのはいいけどすごい擦ることになるから、肌がなんか結局ダメージを受けるんじゃないかなっていうところと、シャバシャバしてるから洗ってる時にめっちゃ伝ってくるやん、この辺まで伝るっていうのが最初作った時だったんですよ。で、その次こってりさせたら、今度はこってりになりすぎてて、こってりしてると肌とクレンジングとの摩擦はすごい感じにくくなったんですね。感じにくくなった
ったんですけど、結局伸びが悪すぎると擦るっていうことになるじゃないですか。なんでシャバシャバしすぎず、こってりしすぎず、肌との摩擦をそこまでこう感じないし、伸びがいいものを作ってっていうオーダーをして、とにかくクレンジングをまず最初にするので、この段階で肌にダメージを与えたくないっていうのが一番だったんですね。それでこのテクスチャーの硬さになりました。なんでこの硬さにね、結構こだわってるっていうところが、私は意外に盲点なんじゃないかなって思ってます。でやっぱりこう洗い上がりの良さっていうのはもちろんマストだし、洗った後に突っ張らないっていうのも絶対マストなんですけど、ただなんか肌の摩擦が多いと、乾板とか私あるんですけど、摩擦すればするほど乾板って濃くなるよっていうお話を美容クリニックさんで言われたりとかしてて、とにかく摩擦が嫌なんですね。ということで、どれぐらいのテクスチャーになったのか、はい、今開けたてで、あーこれは伝わりにくいよなこんな感じです。わかりづら。いやでもめっちゃやっぱ香りがすごい。これね、今結構な量出したじゃないですか。結構な量出してこうやってやっても垂れてこないんですよ。わかります？シャバシャバしてるやつってもうめっちゃ垂れます。リップをちょっと手につけてみて、こいつをちょっと落としてみて、こんな感じでもう落ちましたやばくないですか？もう超絶落ちるんですよね。もう一瞬で落ちます。唇の皮膚がそんな強くないんですよ。皮膚がそんな強くないから、クレンジングがきつすぎると口の唇の皮をむけたりとかしてたんですけど、なんかそういう刺激も私は一回も起こってないです。顔とね、このクレンジングの距離感とか、洗い上がった後の突っ張り感とか、洗浄力高めたら落ちるのは当たり前なんですよ。だけど洗浄力高めすぎると落ちるけどめっちゃ突っ張るんですよ。それがやっぱり嫌だったんで、バランスなんで全部を取るのってやっぱ難しいと思うんですよ。洗うっていうことは絶対肌を摩擦するっていうことなんで、ただ極力それを抑えたいし、落ちやすさとかもそうなんですけど、もちろん一瞬でもっと早くバッと落ちるようなものにしたらいいかもしれないけど、そしたら突っ張りすぎるところが起こってくるので、本当にバランスがいいなって思う状態のものを作らせていただきました。美容成分もたっぷり入ってます。はい、続きまして、ディアヒロインフォーミングウォッシュ。この洗顔も1本で3つの役割を果たしてくれるので、もちろん洗い流すっていうのと、泡マッサージと泡パック、この3つの機能が備わっております。こちらのね、クレンジングをね、ダブル洗顔不要にしたんですけど、それでもやっぱりこうダブル洗顔してる人からすると、洗顔めちゃくちゃ大事にしてる人多いじゃないですか、肌育されてる方って。私もどちらかというとずっとダブル洗顔をしてきた方なので、ダブル洗顔用の泡炭酸ガス洗顔料を作ったんですけど、これ最初普通のこうプッシュ型のフォーム、ミングを作ってたんですよ。プッシュして泡が出てくるやつ、ガスが入ってないやつですね。で、なぜそれにしてたかっていうと、これ炭酸ガスにするとやっぱ価格がちょっと上がっちゃうんですよ。で、価格がちょっと上がるって話になったんですけど、だけど泡の質ってめっちゃ大事じゃないですか。多分チューブタイプで自分でネットで泡立てるって言っても、多分めんどくさくて忙しかったら、やっぱやらないと思うんですよ。集中力があるときは多分やると思うんですけど、集中力があるときはやって、ないときはやらないっていうことが結局めんどくさいし、ムラを生んでしまう。そしてこう、ポンポンポンってこうハンドウォッシュみたいな感じのやつで出す洗顔ももちろん悪くはないんですけど、ただやっぱり泡の硬さだったりとか密度だったりとか濃密さがやっぱ全然違うなと思って、とにかくクリーミーなもので出て肌にのせたら気持ちいいって、なんかもうとにかく毎日朝晩これ使いたいって思うようなものをしたいなと思ったので、あとはもう原価に極力近い形で私は販売したいって言ってたから、もうその価格とかは気にせずに、とにかく使う方が使いやすくて、そのムラなく常にいい状態のものを使えるものにしてくださいってオファーをしたら、こいつが仕上がってきました。これは正直炭酸ガスに変えてから一発 OK でしたね。こちら立てて振ってください。立てて振って出すと、おお、この量出るんですよ1回ですごくないですか。で、これが1回分の使用量です。毎回プッシュする量が1回分の使用量なんで、でこいつのね、このね、これちょっと触ってみてもらいたいんですけど、この泡ね、自宅に届いたら本当1回ね、つまんでこうねちゅねちゅしてもらっていいです。めっ
ちゃネチャネチャしてるんですよ。ネバネバしてるからやっぱ伸びがいいんですよね。吸引がいいんですよね。顔をまず濡らしてもらう方がいいと思います。洗顔ってこう顔を濡らしても濡らさなくてもどっちでもいいっていうのもあって、これも実はどっちでもいいのはいいんですよ。どっちでもいいのはいいんですけど、使い方に水またはぬるま湯で軽くお顔を濡らしてからお使いくださいにあえてしたのは、やっぱり私は一旦顔に水分を与えてあげてから洗顔する方がお肌にとってはいいなと思うんですね。なんで顔を一旦濡らしてもらってから、こいつをもう全体にくる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 マッサージするように使ってください。でちなみにこうまずは顔メインで使うじゃないですか。その後はその首まで伸ばしてます。でお風呂で洗うときは首の裏まで回してます。この1回分で顔全部塗って、首の下まで塗って、首の裏までつけるんですよ。でその後1分置いてもらいたくて、これ忙しい人は気がついた時でいいです。できる時でいいですか、1週間に1回とか決めてもらってもいいんですけど、1分置いて洗い流してください。ポップアップでもずっと言われてたのが、めちゃくちゃいい匂い、もう会場中がすごいいい匂いなんですけどって言われてて、本当に香りも癒されるっていうのを皆さんに言っていただけてすごい良かったです。化粧品揃えるときって化粧水と美容液買ったらいいですかって質問も DM とかでいただいたりしたんですけど、私はやっぱりクレンジングと洗顔ですね、もうめちゃくちゃ大事だと思うんですよね。結局はだってその土台を整えた後に化粧水とかを浸透させていくわけなので、その表面の状態が良くなかったらやっぱり結果変わっちゃうと思うんですよね。硬いコンクリートの上に化粧水とかをかけていってもなんかあんまり浸透しないイメージってなんかついくと思うんですけど、でも綺麗に汚れが落とされてて、で洗顔した肌がふっくらしてる状態、マシュマロみたいな上に化粧水とかを垂らしていったら絶対浸透力上がるっていうイメージはできるじゃないですか。なんでめちゃくちゃ大事だなと、はい、思います。でディアヒロインモイスチャーローション化粧水に行きたいと思います。こちらまず使い方からいきますね。このディアヒロインの化粧水開発するまでコットン使うのやめてたんですよ。なぜかっていうと使ってた化粧水が1本1万8000円してたんですね。それがめちゃくちゃ気に入ってたわけじゃなくて、デパ地下でどれがいいのかを試し使いするのが正直めんどくさいっていうのがあって、まあ、一般的にブランドのいいって言われてるものを使ってたわけなんですよ。ただそれって消耗スピードを上げたくないから、コットン使うとなんか消耗するスピードが速くなる気がしてもったいないと思ってめっちゃ手でやってたんですけど、手で塗るよりちゃんとコットンで塗る方がまんべんなく塗ることができるんですよ。なんでコットンに500円玉ぐらいって定番文句のように書かれてるんですけど、こんなもんじゃないんですよね。私正直塗ってんのこんな量じゃなくて、正直もうバッシャバシャつけてます。私の体感的にやっぱりこの後美容液とクリームを塗るにあたって肌が乾燥している状態、保湿がしっかりできてない状態で他のものを入れてもやっぱりさっきのコンクリートの話じゃないんですけど浸透しないなと思うんですよ。で美容液とクリームって化粧水よりはもちろんシャバシャバしてないしこっくりしてるじゃないですか。だから化粧水の方がやっぱり浸透度が高いと考えた時に、こいつをしっかり塗ってなかったらインナードライが起きてしまって、でインナードライが結局こう私のこうニキビだったりとか小じわだったりとか毛穴の開きだったりとかシミだったりとか、なんか結局この乾燥があらゆるトラブルを私に引き起こしてたんじゃないかなっていうのをめっちゃ思うんですね。皆さんよりもやっぱ私は長い間こいつらを使ってるわけですよ。で使った結果めちゃくちゃ思います。だから最初の化粧水をどれだけ肌に与えるかっていうのがめっちゃ大事で、コットンでパッティングするようにまずつけるんですけど、その後に私はもう一回手に、これ結構驚かれるかもしれないですけど、もうねこれぐらい出します。完全に水たまりができるぐらいの量を出して、肌の上ではあんま伸ばさないです。つけてからもう一回肌に当てるんですよ。でその時にパッティングするというよりも中にぐんぐん入ってほしいんで、こことこことここと、あとこの鼻の間のところで10秒ぐらい置くんですよね。そうすると化粧水がなんか入っていくような感じがするんですよ。そして唇の上も当てます。なんか最近普段使ってた同じ色のリップがいつもよりも明るく感じるんですよね。特に上唇なんですけど、色素沈着が結構気になってたんですよ。もちろんこちらの化粧水って色素沈着に効くように作ってるものではないので色素沈着に効くわけではないんですけど、だけどなんか手に乗せてこうやって10秒毎日毎日朝晩やってると
なんか不思議なんですけど、リップの色がいつもよりすごい綺麗に発色してるなっていう結果を私は得られてます。でこのね化粧水をね、本当に肌が乾燥してる時は私もう1回塗るんですよ。3回塗るんですよ。やばいですよね。やばいんですけど、なんかこれ化粧品会社の社長さんに聞いたんですけど、まあ言ったら化粧品会社の人ってみんなめっちゃ肌綺麗じゃないですか。でどうしてるんですかって聞いた時に、もう化粧水は3回ぐらいバシャバシャ塗りますって言ってたんですよ。なんならこれ3本ぐらい使いますっていう話を聞いて、この人たちすごいと思って、で今回はこの1人1本しか買えないじゃないですか。でも1本使い切るだけの量をしっかり肌に与えてあげてほしいなと思ってて、なんで最初はコットンでしっかり全部にムラなくパッティングするように塗ります。でその後手にたっぷりさっきの量をのせて両手に広げて、で今度は浸透させる意味を込めてちょっと顔があったかくなってくるぐらい10秒間ぐらい置きます。でそうするとね、なんか顔がねふっくらするような感じがするんですよ。なんか顔が柔らかくなってるみたいな感覚に本当になります。はい、続いてリアヒロインディープセラブ美容液いきたいと思います。めちゃくちゃいい成分を詰め込んで原価に近い価格に近づけて販売したいなと思ってそういった価格にしてます。美容液は、まあ、もちろん化粧水をつけていただいた後に箱の後ろに一応使用方法で2から3プッシュって書かれてるんですけど、3プッシュはなので必ず使ってもらいたいっていうことなんですよね。であとはお肌のコンディションとか調子とか、朝なのか夜なのか、メイクする前なのか落とした後なのかによって、これはね使う量をそれぞれご自身のお肌に効きながら調整してもらう方がいいと思います。どうせ後でクリーム塗るから美容液はこのぐらいでいいやって思うのはやめた方がいいと思ってて、美容液まで塗った状態でもいけるぐらいしっかり美容液を塗る方がいいと思います。私はこれにあと2プッシュぐらいいきたいなっていうところなんですよ。でこれをコットンの上にのせてつけてもらっても大丈夫です。で私はコットンの日もあれば手の日もある、気分で併用してるっていう感じなんですけど、ここに塗ったんですけど1回拭きますね。1回拭かしてもらって、ちょっと手の甲にこれ2プッシュいらないんですよね。なぜかというと正直めっちゃ伸びるんですよ。これね超伸びが良すぎてもうテカテカになります。一瞬でもピッカピカになってお肌のツヤがやばいです。もうお肌にツヤを取り戻すとはまさにこのことやなっていうような状態になります。これ2プッシュだったじゃないですか。ちょっと1プッシュで1プッシュでもめっちゃ伸びるんですよ。なんで私は調子乗ってこれも必ず首の下までなんかね首の色と顔の色が変わっちゃいそうみたいな感覚に襲われて、なんなら最近またデコルテまでこいつを伸ばすようにしてます。付け足して伸ばしてるんじゃないですよ。私は4プッシュは最低使ってるんで、4プッシュ使ってめっちゃ伸びるからもう首の下まで一気に伸ばしてしまうっていう感じになってます。私がこのスキンケアをやってる時に鏡を見る時間がめっちゃ長くなったんですけど、多分その原因はこいつだと思うんですよ。肌の調子が良くなっていくとそんなに手間をかけないで良くなるんで、鏡見る時間って一見減りそうって思うじゃないですか。逆に美容をちゃんとやることがなんか楽しくなってきて、鏡の前にいる時間が長くなったんですよ。これは自分が多分美容に関わってなかったら気づかなかったことなんですよね。ポップアップしてる時にたくさんの人に言われたのが、肌がツヤツヤしてるってめっちゃ言われたんですよ。肌にキメがあるっていうのと無縁の人生を歩んできたんですよ。無縁の人生を歩んできたんですけど、多分ツヤってねキメがないと生まれないんですよね。だって粗いとツヤピカンツルみたいな感じって絶対ないじゃないですか。なんでまずキメが整ったんだろうなっていうのをすごい実感してます。キメが整ってツヤが出てるんだろうなと。やっぱりこの化粧品やるって決めてなんか1年半をやっぱ自分の肌と嫌でも向き合うしかないかったんで、向き合ってやってきた結果だなと思うので、それもめっちゃ嬉しかったです。ディアヒロインエッセンスクリームですね。クリームの容量 30g なんですけど、正直 30g って思われへんぐらいなくならないで、ただなくならせないといけないんで、もうなくならせないといけないって何っていう話なんですけど、普通 30g って1ヶ月で使う、まあ、適量だと思うんですよ。適量なんで、その適量をお肌に与えてあげる方が、先ほどからも申し上げてる乾燥とかインナードライによる肌トラブルってやっぱ減ると思うんですよね。なんでこいつも頑張って1ヶ月で使い切ってもらいたいんですけど、多分ここまでは結構バシャバシャしっかり使ってたら、まあ、私は全然1ヶ月で使い切るかなっていう感じはします。
ます。ただクリームだけは結構私も苦戦してて、頑張ってこの分の栄養を肌にちゃんと食べさせてあげたいじゃないですか、1ヶ月で。で、これが体重やったら栄養不足を起こして痩せるからいいんですけど、肌痩せたら最悪なんで、はい、こいつはちゃんと使うべきやなと思ってます。はい。指で取って欲しくなかったんで、中にコンパクトサイズのスパチュラを入れさせていただいてます。で、必ずね、このスパチュラで取るようにしてもらいたいんですよ。パールサイズを取ってくださいと説明には書かせていただいてます。で、これぐらいかもしれないんですけど、まあ、これをまず塗りますね。これをおでこと、この上ほっぺ、下ほっぺと、鼻と顎、7箇所乗せてるんですよ。で、なぜかというと、こいつもめちゃくちゃ伸びはいいんですけど、ここに1個ポツッと乗せたやつで全体に広げる摩擦が嫌なんですよ。で、こことここに乗せてたらここだけでいいし、ここだけでいいじゃないですか。こうしないでいいじゃないですか。あとはこいつなくならないんでなくならないから、パール6個7個乗せていいやと思って、もう今は乗せてます。なくならないってことが分かったんで。で、ちょっと美容液とか拭き取っちゃったけど、ちょっと拭き取った手でいってもこいつもね、めっちゃ伸びがいいんですよ。伸びが良すぎるから、パール1個でちょっともうどんどん伸びるんですよ。どんどん伸びちゃうから、ここだけで完結できなくてどうしようみたいな状態に陥るんですけど、なんで私は首とデコルテと肘と膝小僧、なんならお尻の裏お尻の裏ちょっとカサカサしてくる時あるじゃないですか、あれ嫌なんで。多分一番クリームが苦戦して答えが分からなくなりました、本当に途中で。濃いイメージがやっぱクリームってあるじゃないですか。クリームって聞くと、もうそういうイメージが刷り込まれてて、それが答えになってしまってたせいで、そこにならない限りずっと改良改良改良を続けてって、ただなぜクリームはそこまでこっくりねっとりしてなければならないんだろうみたいなところに今度なっていって、で、見つけた答えはふかふかなクリームにするっていうところになったんですよ。なんでこのクリームね、めっちゃふかふかなんですよ。なんかもうまるで溶けるようなクリームになってるんです。お化粧する前にも使えるクリームを作りたいなと。でも、で、朝起きた時になんか乾燥してるの嫌じゃないですか。その乾燥もしっかり防ぎたい。で、夜寝る時はもうべっちゃり塗って寝る方もいらっしゃるかもしれないんですけど、やっぱり私は結構それが苦手で、それが結構苦手ですっていう声も開発の段階で聞いたんですね。なのでクリームを塗るっていうことはやめないけど、そこまでべっとりせずにふかふかしてつるんと馴染んで、朝起きた時もちゃんと保湿されてるっていう状態を果たしてくれたらいいのではないかと思って、こうすごいみずみずしいクリームにしたんですよね。で、そうすることによってお化粧の前でも全然使っていただけます。で、私のさっきのパール7粒顔中に置きますっていうのは夜寝る前の量です。朝は正直化粧の前は7粒は置かないです。化粧の前は5粒かなそれでも5粒で、同じく首まで伸ばすっていうことをしてます。しかもなんかね、こいつのね、伸びが良すぎてね、朝ここまで伸ばしてこの辺をこうゆら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 するようになったんですよ。そうすると血流が良くなるんですよ。で、顔のむくみとかとか取れたりするんですね。で、こいつがぬるぬるしてるんで、中に浸透するのを待ってる間に耳をくるくる回したりとかして、顔のむくみが取れていくんですね。なんでなんかそういうマッサージまでするようになりました。本当に結構そんなこと一切しない人だったんで、このディアヒロインシリーズのおかげで私の美意識は上がりまくってるんですけど、目の周りのシミとか肝斑が結構ひどくて、1年ちょっと前にそのルナクリの美容の企画でルメッカっていうのでシミ取りをしたんですよ。でもシミ取りをすると同時に肝斑が目立ち出したりするっていうのがあって、でもう1年も経ってるとまたシミが増えてくるじゃないですか。で、コンシーラー手放せなかったんですけど、正直コンシーラー塗る量が減りました。コンシーラーを塗る量が減ったのと、ファンデーションの量も減ってるし、あらゆるものの量が減ってるんですけど、もう一個私の悩みはこう毛穴だったんですね。正直この辺にあるクレーターはどうしようもないじゃないですか。このラインナップ使ってクレーター治るわけないんで、クレーターって多分美容医療でも結構治すの難しいと思うんですよ。それこそポテンザとかでガーって削ってとかなんかしないと治らないと思うんですけど、肌が引き締まったおかげなのか、下地の前に毛穴を潰す下地を使ってたんですよね。で、毛穴を潰す下地を使った後に下地を使うと、最初の毛穴を潰す下地の量が多いと、やっぱファンデーションの崩れってこの辺からの皮脂の崩れ結構ハードだったんですよ。でも
そもそも毛穴を潰す下地をあんまり塗らなくなったんですよね。あとはなんか02のファンデーションが調子いい時は01に見えたりとか、なんかもうハッピーなことしか正直起こってなくて、でそうなると同じリップ塗ってても明るく見えるんですよ。でなんか勝さんがつけてるリップ可愛いってめっちゃ言われるようになりました。インスタとかでもすごい言われるようになって、なんかもうリップ開発したろうかなって思うぐらいパーフェクトだなって思う時の状態の変化っていうのは、皆さんよりも長くこのディアヒラインを使ってるから得れてるものだと思います。はい、なんかこう筋肉もそうですけど、なんか1日筋トレしてつかないし、1週間でつかないし、やっぱり1ヶ月、3ヶ月、半年、1年筋トレをすることによって筋肉量も変わったりとか、ダイエットもそうだと思うんですけど、やっぱ何事もなんか1日とか1ヶ月とかで激変するっていうことではなくて、継続することによって変わっていくなっていうのを教えてもらったのもこのディアヒロインでした。そしてな継続することが楽しいなっていうのも思いましたね。で今回経済効果も皆さんにあのギフトしたいなと思ったから、なるべく原価に近い価格で作れるようにあの努力をしてきたわけなんですけど、結構かかってたんですよ。さっき化粧水で1万8000円だったって言ったんですけど、美容液とかクリームとかになるともっと高いじゃないですか。正直 3-4万円ぐらいこれを使い出して浮いてます、費用が。この化粧水と美容液とクリームは同じところに使ってて、メイク落としは違うところ、クレンジングは違うところで使ってて、全部シリーズで好きになるっていうことがあんまりなかったんですよね。だけどこうシリーズで好きになるものを作りたいなっていうのも今回あの思ったところでした。なんか洗顔はいいけどクレンジングがとか思うものとかが結構あったので、今回は自分のそういったここがこうだったらここの商品シリーズで使えるのにっていう自分がこう感じてきた悩みとか狙いっていうのも込めて商品開発をしたっていう感じです。はい、あとポップアップの時に私が結構感動したのが、今回のこのディアヒロインのコンセプトって、全ての女性が自分がヒロインである、自分が主役であるっていうことを思い出してほしいっていうこう気持ちを込めて、親愛なるヒロインへ皆様へっていう気持ちで作ったっていうコンセプトをお話しさせてもらったと思うんですけど、ポップアップの時に本当にお子さん連れのお母さんがめちゃくちゃ多かったんですよ。でそれにすっごい感動して、でもお母さんってそのお子さんを連れてポップアップとかイベントとか人が多いところとか順番待ちしないといけないところとか行くのって、まあまあ勇気がいるしハードルが高いことだと思うんですよね。お母さんが本当にたくさん来てくださってめっちゃ泣かれてたんですよね。やっぱ今までその子育てが忙しすぎて自分のことをないがしろにしてきてて、このディアヒロインの話を聞いた時に、なんかそんな自分にご褒美を与えてもいいんじゃないかってなんか思いましたっていう言葉を結構なママから聞きました。でなんか私が尊敬するのってお母さんなんですよ。自分のお母さんだけじゃなくて全国のお母さんなんですね。を本当に尊敬してて、だって自分を差し置いてでも守りたい存在のために全てを尽くすじゃないですか。なんかそんなことができるのってすごくて、自分が衰えていっても自分の子供のためにもう愛情も時間もお金もそうだし全てをつぎ込んでる忙しいお母さんたちにこれさえ使っとけば女神肌保てるよっていうので、ディアヒロインを届けたいなっていう気持ちがあったので、ポップアップでそんなお母さんがたくさん来てくれたことをまずすごい嬉しかったです。お父さんとお母さん結構一緒に来てくれて、なんか一緒に使おうと思いますって結構パパが言ってくれたんですよね。それも嬉しかったですね。あとは中学生とか高校生とか大学生、小学校、幼稚園、赤ちゃんからと全年代の親子連れの方が来てくださってたんじゃないかなって思うと、家族で化粧水塗るとか、なんか家族で一緒に何かをやる時間っていうのをスキンケアっていう分野で作れるんだっていうところも、私は可能性を見出したところでした。で実際ポップアップが終わってからのインスタグラムのストーリーに、なんか洗面台にお母さんの分とご自身の分のディアヒロインフルセットを並べられてる写真を投稿してくださってる方がいて、でその方がまさか自分が母と一緒にこの年齢になってスキンケアを洗面台に2人で立って真剣にああだこうだ言いながらやってる未来なんて想像してなかったですっていう話を聞いて、なんかね本当にすごい可能性があるものなんじゃないかなって思いました。自分が使うだけじゃなくて自分の大切な人にも一緒に使ってほしいってなんか思っていただける商品に仕上がったことに対してすごく嬉しいですし、これからも高品質で皆さんに高評価をいただけるような自分で体感できるような商品をこのレミューズビューティーのプラットフォームに入れていって会員になってくださってる皆さんの人生に貢献していきたいなと思います。で、はい、今申し込み募集させていただいているので、ぜひ今回、申し込みいただいて会員になっていただけると嬉しいです。一緒に女神肌を目指しましょう。ありがとうございます。